おはようございます。5月9日ですかね。今川越に親方くんと誠司さんを迎えに向かってますが、大幅に私遅刻してしまいまして、川越駅で親方くんと誠司さんを拾いまして、群馬の塗り富士塗装さん、塗り富士さんですね、いつものメンバーなんですよ。その秀一さんの売り出しをお手伝いしてくれている塗り富士さん、会社をやってまして、社長様で塗装屋さんで、誠司さんは兄貴、私のお兄さんの浦和学院の時の野球部の後輩で、で売り出しとかもお手伝い兄貴の方しててくれて、で親方くんと一緒に盛り上げてくれてて、僕も紹介してもらって、秀一さんの売り出しを盛り上げてもらって、で4人組いつも仲良しで、まあ打ち上げしたり、そう伊香保行くんですよ今日。なんでかっていうと、実はですね、誠司さんが誕生日でですね、お祝いですね。誠司さんと親方くんの12月の誕生日会もしてないから、誠司さんと親方くんの2人をお祝いってことで、藤野木さんと2人で一緒に伊香保温泉旅行プレゼントっていうですね、誕生日プレゼントですね、プレゼント企画でございます。とにかく誠司さんと親方くんが喜んでくれればいいなと思います。それでいきます。この車で来るって絶対、まずこの車で来ると思ってないからね。でも気づいた気づいた。いらっしゃいませ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。すいません、遅れちゃって。全然全然。今日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。到着です。塗り富士さん到着しました。藤野木社長、いつもありがとうございます。よろしくお願いします。藤野木です。めっちゃかっこいい。3分間であの、はい、塗り富士さんの会社のちょっと紹介をお願いします。紹介をお願いします。塗り富士塗装さんですか、それとも塗り富士？塗り富士です。株式会社塗り富士。仕事内容ちょっと3分間でちょっと3分間で、はい、説明。建築と、はい、建築塗装ですね。建築塗装、そうです。ただその派生で工場の塗装の依頼とかが結構ありがたいことに、大手さんありがとうございます。もう3分です。いや、30秒です。よっ、塗り口。ありがとうございます。よっ今日の、今日あれですか、駅で飲んでないんですか、駅で。全然飲んでないです。ドドル、まだドドルで。まだ決めてないです。まだ決めてないです。誠司さん、ウルゴン車でも酔っ払えるから。チーム盛り上げが集結しましたね。集結しましたね。楽しみましょう。いや、楽しみですね。チーム同盟で歌出したいですね。歌出しましょう。なんか、あ、そういうので作れます。だから作詞誰と、まあみんな作詞してもいいし、で、レコーディングもいけるから。あ、そうです。絶対楽しいですよね。で、それで曲、そしたら、あれですよ、いつも T シャツ売り場のところで、はい、音楽それで流して、しかもその CD も売っちゃいましょう。できます、できます。確かに。マジ面白いっす。楽しい旅になりそうです。はい、本当に。挑戦してもらいます。親方勲章っていうのは新しく今回からできましたんで、どっちで狙えるんですか？ 4.0 ロットになったらそんな狙えるんですか？そんな狙えるんですか？4キロぴったりだったらもう金のインパクトプレゼントですから。4キロ目指したらいいんですよ。はい、4キロ目指したら。あ、サイン T シャツとかがいいですね。確かに確かに。だって4キロ超えたらダメでしょ。何もないから。何もない。さあ、そんな時間ないよ。感覚。感覚、遅いよ。やっちゃって。釘富士。4.6いったら塗り富士じゃなくて釘富士に変更で。行っちゃいます。なんでですか？あ、軍手取って本気出した。そんな人見たことないよ。まず当てにいってるんだよ。釘富士。当たった釘富士だよ。金のインパクトですからね。4キロぴったりで。行きますか？お、微調整入りました。4本で変わりますかね、0.6 は。4本で。
OK ですか。 OK ですか。じゃあこうやって見てもらって、でうまい具合にこっちから開けたりこっちから開けたりしてちょっと盛り上げてもらいたいですよ。これ何だったらいいんですか。な、な、な、4、4です。4です、4です、4です。4だったらいいんですか。はい、じゃあ、宇治さん、はい、お願いします。怖いな、これでも当てに来てんだよな。はい、4キロ挑戦。せいさん、見えちゃう。見え、あの、見えちゃう。見せないでね。せいさんだけチェックですね。はい、どうですか。へいめん、へいめん。せいさんのやり方次第で盛り上がりますからね。へいへいへい、盛り上げて。はい、あ、じゃあ結果発表お願いします。いいですか、開いちゃっていいんですか。いや、そのあれによって、だからどっちから開くかによって、どっちから開くかによってあれですよ。だって右から開くか左から開くかとか。はい、はい、いいよ。はい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 、富士さん、だだだだだだだ。おっと、4ですか。4です、4です。4、おいいじゃない。次は、次、あー、1、あー、もうダメじゃないですか。もうダメじゃないですか。正解は4.18。入れすぎちゃいました。4.17だったら俺の誕生日だったのに、富士さん。ちょっと試してあげたのに。じゃあ変な話、罰として釘富士ね。釘富士ね。釘富士決定。1ヶ月釘富士。あ、全然取れるんですね。多すぎましたね。1回釘富士に決定したんで。いいぞ。はい、お、いた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 、釘富士。うぃ、最初からお願いしてくださいよ、釘ちゃん。ちょっとまだお酒が入ってないから調子悪いんですかね。どうですか。すいません、キレがありました。あ、3箇所あります。あ、どうですか。一応持ってきました。あった。誰も知らない僕の CD、はい、あの1枚じゃない。6枚6枚結構知らないです、この歌。誰も、俺知ってますよ、これ。お前、誰だ。先生、1枚ください。俺も聞いて。あとこの1500円でいいですよ。お、匂い。ね、4人乗ってこのちっちゃい車で、ちっちゃい車で今から温泉向かいます。30分ぐらいです。小腹が空いたみたいなので、ちょこっと、お、なんかある、つまみます。軽く食いますか。行きますか。じゃあ行って、熊寄せパーキングでちょっとなんか軽くつまむみたいで、うまそうだ。もつ煮、うまそう。メンコロ、美味しそう。これ食べます。わぁ、迷うな。メンコロしましょう。とりあえずメンコロしましょう。あ、うまっ。あ、コロッケうまっ。うまい、うん、あ、うまっ。ビール飲みて。うわ、美味しい。ちなみに、アイス食うんすか。せっかくだから、ちょっと近いんすからね。そこっす、そこっす。じゃあちょっと見ません。せっかくだから。見るってどういうことですか。食うってことですか。一回見て決めましょう。クリーン牧場、クリーン牧場で、ソフトクリームは店内レジでやってますね。ソフトクリームメン。はい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 。ソフトクリーム乾杯でね。珍道中でいつも買ってた100均に。どうですか、どうですか。うまい、美味しいです。濃厚、うまい。あ、トマキって書いてある。トマキさん、うわぁ、そっくり。うわぁ、千と千尋みたいな感じで、なんかいい風情があっていいですね。これが一段ですね。あ、あそこ、あ、止めてない。これ、これタマキ。タマキっすよ。やば、タマキ、お宿タマキ。ありがとうございます。はい、お疲れ様でございます。ありがとうございます。お疲れ様でございました。これですか。どうぞ、一つ上でお付き合いくださいませ。座りますよ。深澤君、どこ座りますよ。うん、あれ、どっちですか。あ、ここですか。うわ、すげえ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 。どうぞ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 。親方君っぽいですね。どうぞどうぞ。ここの部屋ですか。俺も初っすよ、こっち。失礼します。ここだけ、失礼します。みたいじゃん。今日ここだけでいいっす。ここだけでいいっす。ここだけでいいっす。ここだけでいいっすよ、今日。
じゃあ俺そっち行きます。お、広いわ。あ、すごいよ。やばい。やばい。あ、これ痛かったっすね、これ。あ、いいんじゃないですか。なぜいるのにまだ、ちょっと待ってください。4時半とか。0.6分からのスタートになります。1時間でしたっけ。50分間の貸し切りでございます。じゃあ5時。5時上がって飯食って。あ、いいですね、じゃあそれで。お酒飲む方、青ポパイヤ構想、皆さんどうぞ今日は青ポパイヤ構想、青ポパイヤ酒の始めと、うん、夜寝る前に飲めばもう明日はスッキリですからね。スッキリですよね。多分明日二日酔いの人絶対ないですよ、ね、うん、みんな朝、うん、絶対スッキリですよ。これパパイヤ飲んだら間違いなくみんなスッキリ。これめっちゃ酒なんて絶対なんない。めっちゃ振りで明日いきなりグデグデになってるってあ、これも絶対大丈夫なパターンですね。うん、うん、大丈夫なパターン。しかも飲みやすいんですよこれ。なんかもうなんかお菓子みたいですよね。植物の化成酸素も吸収してくれるんで、このお肌とかにもいいんですよ。それなんで詳しいんですか。その老化とか病気のがんの原因とかなるのが化成酸素なんですよ、体。それを発生するのを抑えていくのがこういう植物の力なんですよ。植物の皮とかみかんの皮とかこのパパイヤの皮とか植物しか持ってない成分なんですよ。めっちゃなんか、うん、営業マンみたいですね。かっこいい。え、めちゃめちゃ一番いいなんか説明ですね。めちゃめちゃですよ、パパイヤコース。今日はあいにくの雨ですが景色はいいですね。眺めはめっちゃいいですね。すごいですね。あっちもね、本当天気あったらあれですけどね。甲府なんですね。で、山見ながらね、白金の湯でございます。白金の湯。ここがちょっとあれなんで、まあこんな感じです。ゆうさん、ゆうさん、この後風邪ひいて。あ、それいいっすね。俺こっちだよ。あ、間違えたんです、ね、あ、それやりたい。撮影裏側撮ります。あ、俺これなんだよ。俺も秀久ファミリーだから。そうですね。着てない、着てないじゃん、一人だけ。だって俺持ってないもん、それ。あ、持ってない。笑ってくれ。いや、嬉しいっすよ、笑ってくれ。秀久ファミリー入ってくれるなんて。はい、本番スタート。富士さん、あれ、あれどこ行っちゃったの。富士さん、富士さん知ってる。もう知らねえ。富士さん、はい、風呂入ってんだ。はい、富士さんいねえじゃん。富士さん、はい、外にいいんじゃないですか。なに、どこ行っちゃった。あ、いた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 。え、どこ、あ、富士さんいた。こんな、おめえ雨の中で何やってんだったの、おめえバカだなったの、おめえ風邪ひいちゃうだったの、お前さ。ここだよ。え、あー、ごめんごめん、分かってたでしょ。お、似てるけども。俺じゃないの。似てるけども。さっき俺がこうやって怒っちゃったら反省するかと思ってな。なんとおしゃれやな。似てるけども。似てる、うるせえな。あれだよ、間違いすぎだよ。ごめんなさい。はい、一回チェックチェックチェック。いいじゃないですか。あれね、これはってんのね。似てる、ほんとに。これが富士山で言ってるけど、面白い。面白い、似てるけど。これもしてくれた。OK、 ありがとうございます。これ僕ももらっていいですか。もうじゃめっか。来ていただいて。俺言うよ、ここにみたいな。これに、これに、これに。監督、監督っすね。全裸監督じゃない。全裸監督に近いですよね、ちょっと。いきますよ。本番、スタート。ケーキ、ケーキどうすか。ケーキ。え、喋んないじゃない。なんて隠し、本当は儲かってんでしょ、あった。雨だけどね。雨降ってんのが、こんな子入った方がいいよ。なんてよ、まったく。ダッチ入ってる。俺、富士山かと思って喋ってたわ。ここいるよ。ごめんごめん、道理で喋んねえわけだわ。ははは、似てるね。いや、富士山でしょ、偽物でしょ。いや、本物だよ。うわー、タヌキのバカ隠しに合ってるわ、これ。ポンポコリン。いいじゃないですか。さあ、本番、スタート。だ、えぇ、たーく、どうしよう、もうかっ、あんた喋らったかんた、お前一人でお前ここで喋ってる。さっきから誰喋ってる。うわ、え、
富士山かと思って喋ってたわ。違うよ。間違った。ずっと喋ってた俺一人で。タヌキのバカ隠しにあったわこれ。平成タヌキポンポコリンだよ。何勝手にやってんの。はい、アングル的にはいいです。キルさん見て俺の美脚。あ、マジキル足。本当だ。ハンドン似合いますね。テイ。テイテイ。テイ。テイテイ。テイ。頑張れ。こっちこっちこっち。じゃあ行ってきます。じゃあ行ってきます。部屋をよろしくお願いします。任してください。貸し切り風呂、俺初めてだ貸し切り風呂。大きいんですか。あ、まあ、すげえ。いいじゃない。二つ温泉なんですよ。二つ温泉が。いかほわ。なんだいこれ。入れねえ、それ風呂入れねえ、それは。もたえきお願いしますよ。そんな見せびやりやすなよ。入れねえ、それやめろって、あんま取るなって。行けるって。おぉ、あんま取るなって。行けモザイク、ちゃんとやってよ、モザイク。はい、編集できるんで。やばいよね、これ、本当に。行けるなよ。やばいよ、もうゴリゴリやろ。あ、いいですね、せっかくの肉体美だけど、もう仕方ないですね。見せない、全部モザイクになっちゃうんですよ。モザイク、モザイクだけは、ほんと、同じの。はい、大丈夫、大丈夫。いいぞノブリです。緑がすげえ綺麗。素敵です。マジで。いい庭。こういう庭が、こういう庭を見て。で、親方グランチの庭もこういう庭じゃないですか。いいよ、全然。うん、じゃないです。お待たせしました。いいよ、全然。富士さんも食べちゃったんですか。俺まだ届いてない。まだですか。びっくりした。富士さんなんか風呂に猿がいたっす。マジか。なんか猿山みたいな風呂になって、猿がいて。へえ。やかましいな。猿がいる。まるで意味が分からんぞ。あ、得意なんですか、サルのままないが。阿部と藤吉さんから、ありがとうございます。阿部君、生産に素敵なところに、いつも感謝の気持ちを込めてありがとうございます。ありがとうございます。それでは皆さん、夜を楽しみましょう。おめでとうございます。ありがとうございます。気持ちです。ありがとうございます。いただきます。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。はい。高松駅からお花が温めてますが、これから温まって湯気が出てきたら最初に左手にもみじの白い器を食べてください。ありがとうございます。いただきます。今日持つかな、マジで。今日6時っすよ。久々こんな感じ。うまっ。最高ですね。最高っすね。いいっすね。旅ってやっぱいいっすね、場所を変える感じ。うん、確かに。今回はなんかご用意していただいて超高級ですけど、素泊まり的な感じでもいいっすよね。あんまりなんか、うん、夏とか。そうっすね。安い感じで。楽しみ方は自由だから、自由にみんな楽しめるから別に。言ったことないし。これカプセルホテルでいいぐらいですよ。カプセルホテルはサウナあるから。私は潔癖だから、わらてくんが。なんか時はでもね、意外と行けますよ。うちの犬ぐらい寝てくから。全然いいですね。ただ言うだけ。冗談でね。ここはいつもこうやって見て、こうやって。お、大丈夫なの？こう、カッパンカッパンみたいな。私は手が見えますけどずっと仕事喋ってますよ。しかも、ね、新曲やると新しいやつなんか言ってましたね。なんか自分でハードル上げてました。新しいのあるかって言ってましたよね。テンション。あ、そうだ。
言ってました。なんかその歌はそのまま昔から自分でやってるんですけど、なんか自分がテンション上がった時とか、あとはその自分の大切な仲間とか、そういう人もなんか盛り上がってほしいなっていうのに煽る歌なんですよ。まだ披露してないんですけど。披露してないですよね。ハードル上げてますよね。そう大したことないですよ。普通の歌、政治が歌う歌なんです。フランスでフィーリング、フィーリングフィーリングフィーリング、大体ダバンクとスマップしか行かないから。玉木オリジナルの竹酒、竹酒ですね。はい、あ、いいっすね、いいっすね。ありがとうございます。これいいっすね。何時っすか今。これ持つかな。6時だよ。寿司エリアですよ。飲むの。いいよー、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 玉木ー、玉木ー、いいよー、いいよー、いいよー、うぅテキーラじゃねえんだから。あの掛け声チビチビはちょっと難しいですよね。ゆっくりですね。あ、美味しい。スイーティーですね。うん、すげえスイーティーです。これうまっ。すごい飲みやすいです。うまっ。古着間違えた。スイーティーじゃない。ありがとうございます。だ、今回の旅でマジで誠司さん人気を呼び起こして、いつか誠司さんグッズがヒデさんの売り出しで売れるようになれば。全然売れない。若田君にはかなわない。だっていつも見出して若田君言うあれじゃないですか、前に出てるじゃないですか。いや、さっきも言ったんですけど、やっぱせいさん握手してくださいと写真撮ってください、はい、一回言われてみたい。いつも写真撮ってくださいってカメラ渡されて撮る側じゃないですか。なんか一回親方を撮れながらいつも羨ましいなと思ってるんですよ。あれですよ、だから写真撮っていいですかって言ったら、いいですよってやったら、いや私せいさん撮りたいんです。そうそうそう、いいっすよね。一回言われてみたいですね、ギャラ可愛い子とかに。なんかあ、でもこの動画見てくれた、もしかしてヒデさんファミリーでこれ動画見てくれた人が、もし撮りたいって言ったらね、一人でも二人でももしかしたら増えてきて、その時カメラマン誰やってくれるんですか。お願いします。おめでとうございます。おめでとうございます。大丈夫ですか。せいさん、おめでとうございます。おめでとうございます。あ、ちょっとほら、せ、はいさん、はい、お誕生日。いいぞ。いいぞ、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 せいじ。オーレズ。ウィー、ウィー、バースデイ。メランコリンコ、クリセコラスト、まだトリコ、トリコリコ、リ。ダスク。綺麗です。綺麗です。おめでとうございます。散歩です。告知終わって散歩です。見てる人がいる。頑張ってさ、今じゃ花どれも。ならないね。頑張れその声。